ボディコンシェルジュは自分の体の歪みを見る、まあ、ダイエットで痩せない、痩せにくい人で、ある程度のところまで行っても、あと体の体質改善ができてない人っていうのは、まあ、どっか歪みがあって、その歪みが原因で、なかなか体の変化がないっていう。で、まあ、そういう意味で、体の歪みをはっきりと、目で確認できるようにしてやれる。これで歪みがはっきり目で分かるんで、その歪みを改善するってことで、まあ、まあ、機械で計測すると筋肉もしっかりと名前が出てくるんで、その筋肉に合わせたマッサージをして、で、歪みを改善ですね。機械の方で結構いろんなパターンを出して、でその中でもなんか特に狙った歪みを改善する筋トレと、まあ、ストレッチも出してくれるんで、でそういうのも全部持ち帰りいただいて家でやってもらえれば。酸素ボックスの方は、効果としては、まあ、ダイエット、美容、アンチエイジング、ティラの回復を早める、レオロジーと、まあ、疲労回復というのがあって、中に入って血中酸素濃度を高めるんで、で、まあ、排尿の量が増えるっていう意味では、まあ、ダイエットにもつながるし、まあ、美容、アンチエイジングからの美容、まあ、あと、怪我の回復を早めるっていうのと、疲労回復コンディショニングっていうのは、確実に効果が出る。まあ、高気圧の中入るんで、まあ、雨の日だと低気圧になるんで、偏頭痛とか、この人にはこっちの方がおすすめですよ。まあ、酸素ボックスとカプセルだったら、まあ、カプセルだったら1人しか入れないんですけど、まあ、ボックスだったら2人から3人入れるんで、まあ、仲がいい者同士で一緒に入ってもらえれば、1人で入るよりはコスト面が安くなるんで、でお客様にはそっちの方がいいのかなっていう。と、まあ、あとカプセルの中だと寝たきりになっちゃうんで、まあ、飲食ができなくなる。で、耳抜きがうまくいかない人だと水、まあ、ちょっと含んでもらえれば耳抜きできるんで、そういう意味ではボックスの中で座ってやれば耳抜きもしっかりできますので、そういうところですかね。2日酔いができますね。これは僕で実証済みです。過去3回中2日酔いはないんで、結婚式で朝から飲んで晩まで2時間3時間やって、あ、きついなって思ったら入ってくれれば、全然その次の日は一発なので。